素早い政策決定が狙いですアメリカの国務省は16日バイデン政権が唯一の競争相手と位置づける中国に関する部局横断の政策調整に向けチャイナハウス・中国調整室を創設しました影響力を増す中国に対抗して安保・経済・技術・外交などの専門家が協力して迅速な問題解決に取り組みます